ニコラ・ショパン、ミコワイ・ショパン、1771年4月15日1844年5月3日は、ポーランドで活躍したフランス人教育者でフレデリック・ショパンの父。ポーランド語に従って解明するまでは、ニコラ・ショパンと名乗っており、しばしば現在でもフランス語表記に従って呼ばれている、ポーランドの資料では、ミッコラ・ハ・ソパンという表記も見られる。 息子がポーランドからフランスに行って異国に隠ししたように父ショパンはフランスからポーランドに渡りポーランド人に事実上同化して生涯を閉じた。ニコラの生涯については資料のほとんどが戦乱で失われていること彼自身がポーランドの貴族社会に溶け込むためにスタニスワフレシチニスキが統治していたナンシーで1770年に生まれた羊を偽っていたこと 後世の研究者が電気を書く際に、フレデリック同様に居実交えた描写を行っていたことなどもあって不明な点が多かったが、1926年に発見されたフランス及びロシア側の詩や、一点演奏するフランスの両親宛の手紙などから以下のことが判明している。ニコラ・ショパンは、ロレーヌ地方のマランビル、現在の傍受験マランビルコールシュルイコールマドンにおいて、 車大工であった父、フランソワ・ショパンと母マルグリット、旧姓デルファンとの間に生まれた。おそらくブドウ農家だった祖父の手伝いをしていたと考えられている晩年の手紙に、ブドウ狩りをした、あの素晴らしい日々という記述がばする。その後、1782年に、ポーランド出身のマランビルの領主伯爵の関在人となった、ドイツ系ポーランド人、アダム・ベイドリヒ。 アダム・ワイドリッチとニコラは信仰を結んだ。そして白爵が死去した1787年、教育者となるべく帰国を決めたベイドリヒに同行して16歳のニコラは秋頃にポーランドへ渡る。彼がフランスを立った理由としては、ポーランドにおける教師の地位を当て込んだことや、革命の援因の一つとなったフランス全土を襲った、不作、兵役のガレなどが考えられている。やがて、 フランス語とポーランド語を習得した上で、当時のフランスでは、識字率が低かったベイドリヒが開設した、寄宿制女学校を経て、教師や家庭教師として教職に入ったと考えられる。1802年から1810年7月まで、長期間にわたって、ジェラゾバボラを統治していた、白爵夫人、ルドビカスカルベクの邸宅に、住み込みの家庭教師として働いた。この間、 おそらくスカルベク夫人の御前立てにより1806年7月2日に、没落貴族の娘ユスティナクシジャノフスカ、1782年から1861年と結婚する。二人の間には、1807年に、長女ルドビカ、ラードビコ、後のユゼフ・イエンジェイエビチ夫人、1810年に、長男フレデリック・フランツシェク、フレデリック・フランチシェック、 後に大芸術家となったフレデリック・フランソワ・ショッパン。1811年に、次女、イザベラ、イザベラ、後のアントニバルチンスキー人・プジン。1813年に、バッシエミリア、エンリア。1827年に、結核のため14歳で、溶接が生まれた。1810年10月に協力者。1814年6月より、常任教授の肩書きで、 ワルシャワ高等学校のフランス語教師となり、同校が1833年に閉鎖されるまで、この地位にあった。また、1812年に、陸軍砲兵初等高学校、スコラエリメントのアーキラーイアイインソーニーロ、今日のワルシャワ国防大学の前身の一つの、フランス語教授に任命され、1831年に、閉校されるまで教鞭を取った。 1830年11月のアルシャワ放棄の後で教育機関が再開されるのに伴い、計画中の市範学校の教職を打診され、新たな職務に任命されるのを待つ。その間ほとんど手弁当でフランス語教師の志願者を審査したり、公立学校の教材に適したフランス文学を吟味したりするのに借り出された。1837年に市販学校の話が頓挫すると、 ニコラは引退したが、1841年まで審査員の職務には関わり続けた。また1837年には一時的に、ワルシャワローマイコールカトリック聖職者養成学校のフランゴ講師も務めている。フレデリックが出国した後にはたびたび、ユスティナと共にポーランドを出国して彼と面会したが、1835年のカールスバートでの面会が最後となった。 1844年に、結核症のためワルシャワで73歳で成去し、同地のポバツキ墓地に埋葬された。現在、故郷のマランビルイコールシュルイコールマドンの通りの、一つが、ニコラ・ショパン通り、ルーア・ニコラズ・ショパンと名付けられている。なお、ニコラ自身はフランスを捨てたわけではなく、両親とも手紙をやり取りしていた。しかし、フランス革命により亡命者である。 ニコラ自身や、元バール連盟の外交官で、ルイ十六世により、フランスへ帰化を認められていたベイドリヒが、反革命派とみなされたことから祖国へ帰る望みを断たれてしまい、ポーランド人として生きざるを得なかったと考えられている。実際、唯一現存する革命直後の1790年9月15日付の手紙では、パッツ、白爵の財産整理のために、 ストラスブールへ渡るついでに帰郷する計画について話しており、革命後の自身の徴兵への危惧について、たとえ我が祖国とはいえ、兵士になるという命令が除かれなければ、悲しいことですが、私はここを離れるわけには参りませんと述べている。この一時期は実現しなかったとみられる。事実として、ニコラは十六歳の時に、フランスを去って、以降、生涯フランスの土を再び踏むことはなかった。 ミチェンティ・ウォパチンスキによると、ニコラ・ショパンは、非常に知性的な教養人で、国際的に評価された模範的な教師であり、再起獣王の息子を気遣う父親であった。外国出身ではあったが、完全に、ポーランド化され、疑いなく、自らも、ポーランド人とみなしていたとウォパチンスキは表している。しかし、上記のようにニコラは、故郷フランスを捨てたわけではなく、息子、 フレデリックの宣令証明書では、フランス人と記録されている上、家族の間では、ニコラの名を使い続けたな、どこから、ニコラが、ポーランド人として同化したというオバチンスキラ、ポーランドの研究者の説は疑わしい。また、ニコラがフランスから持ってきたフルートとバイオリンを、よくしたというズジスワフやヒメツキラの指摘は、ニコラがバイオリンを始めたが、うまくいかず家族の笑いものとなってい というアネルド・ドベカの1835年2月9日付のフレデリック・宛ての手紙から否定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。